お疲れさまです。お疲れさまで,です。まあ、別に疲れてないんですけどね。まあ今回はね、このお疲れさまですっていうところから話をね、展開していこうかなと思います。な、ま、ん、あ、でかっていうと、さっきね、朝ね、僕はあの、長倉健さんだったかな。なんかあの 今までその本を1000万部ぐらいプロデュースしたみたいな人がいて、まあ、その方のちょっと YouTube をねあのちょっと見てたんですけどお疲れ様ですって入ってるんでお疲れ様ですと <laughs> でこれのお疲れ様ですって多分小学校の時とか言いました使いましたおはようは言ったかもしれないですけど 小学校の時にね、友達にお疲れ様ですとか言,う言ってました。多分ね、僕のこれ肌感、僕のすいません肌感覚ですよ。なんか社会人になってから、なんかお疲れ様ですっていう言葉が大人になったみたいなね。ど,どうですか社会人になって大人になってお疲れ様ですっていう言葉が、なんか社会人っぽいみたいなねじ。お疲れ様ですみたいな。お疲れみたいなね。なんかその会社でなんかやり取りするっていうのはなんかそういう標準語というかね。 まあ小学校でね、小学校でじ学校終わってね、お疲れですみたいな、お疲れ様ですみたいな。<laughs> みんなね、小学校の子供たちがね、お疲れ様ですって言ったらなんか気持ち悪いですね。<laughs> で、これね、なんかね、昔なんかその、いろんな僕、まあ、本を読んでる時に、そのお疲れ様ですっていうのは良くないみたいなね。うん、まあ、ぶっちゃけ、なんか疲れてないけどお疲れ様ですっていうこともありません どうすかだからなんか「お疲れ様です」っていう言葉を使うことによってなんかその疲れてるというか,なんか何だろうななんかそういうイメージがあるというかね、うん、だからあのそれは「お疲れ様です」禁止禁止みたいななんかね一回会社でもね多分それやったんですよ確かなんか本かなんかで見て 多分ね、これやってる会社あると思うんですよね、どっかで。まあ僕本で多分見たんで、お,くお疲れ様です言葉禁止令みたいな。そう。なんかネガティブになるとか、まあちょっと、なんかちょっとかなり昔のことなんで忘れましたけど、まあなんか本で書いてあったような気がします。で、会社でもお疲れ様です、一応禁止事例を出したことがあるような気がするんですよ。<laughs> なんか <laughs>。で、なんかバイトの人がお疲れ様です、あみたいな。あ言っちゃったみたいな。 失礼しますみたいな <laughs> なんかすげえんかちょっとあるんですけどでも僕思うんですけどどうでもいいと思うんですよね <laughs> 今となってはね今となってはうーんそれをどうと,とら結局捉え方なんでそれをネガティブとして捉えるのかマイナス要素として捉えるのか「お疲れ様です」っていう、えー、言葉に対して疲れてないけれども お疲れ様ですって聞いたら、ネガティブに捉える、マイナスになんか自己洗脳されるというような捉え方をしたならば、それは良くないかもしれないですけども、例えば、まあ、社会人の一つの言葉のあや、言葉のあやで、なんか、その、礼儀作法の一つとして別に疲れても何でもないけども、なんかコミュニケーションの一部のチョリースがお疲れ様になっただけであって、まあ、チョリースってあんま言わないかもしれないですけどね、ジュースみたいなオス <laughs> 別に押すでも処理するのでいいですけども、例えばなんかね、言葉って、いろんな言葉があるじゃないですか。だけども、例えば失敗っていう言葉ありますよね。でも失敗に対してネガティブに捉える人もいれば、失敗を肯定的に捉える人もいるわけですよ。僕はどちらかというと、失敗は、まあ、肯定というか、まあし、そもそも失敗せずに成功ってあり得るのかないや、多分ないよね、と。つまりじゃあ失敗ってネガティブじゃなくて必要だよねっていうような捉え方なんですよ。 ね、ネガティブなネガティブでもなくポジティブでもなくそもそも世の中の成功者を見た時に失敗をせずに成功した人が果たしているのかと多分失敗してるんですよいっぱいじゃあ必要というかくっついてるよねみたいな <laughs> くっついてるよねと成功と失敗はもうくっついてるというような捉え方なんですよだから そんなに失敗に対してあんまり怖くないというか、別にまあ、しょうがないよねっていう、しょうがないって普通だよねだ失敗普通みたいな。失敗普通みたいな感じなんですよね。でも、これを捉え方をね、失敗をネガティブに捉えてるんであるならば、ああ失敗はしたくないとかね。なんか、詐欺に会うんじゃないかとかね。捉え方ですよ。なんで、なんでまあこの話をしたのかっていうと、まあ、本編、ここから本編でございます。ここから本編でございますよ。 今はセスですよセス。僕も17年前さ17年前うさんくさいレターを見たわけですようさんくさいレターパソコン一台で月収100万そんなあるわけねえだあるわけないなと思いつつも憧れでいいそんな世界があったらいいなみたいなねだどっちで捉えるか悩んだわけですよね怪しい詐欺と捉えるのかそれとも希望と希望として捉えるのかで僕は希望として一応捉えました <laughs> そういういい世界に行きたたなと思ったんであまああとはこれからネットだと、まあ、この前堀江さんのね講演会行ってきましたけどもそのちょうどね、まあ、ラッキーだった時代の流れがラッキーだったっていうのもあるんですねまあ怪しいレターだったんだけど時代の流れとしてはヤフー BBADSL がこう出てきてインターネットが糧にフフフフ広まってきてアフリエートっていうね ホリエさんの,そのライブドアブログでアフリエイトで稼ぐみたいな本もだ出てきたりとかアフリエイトっていう言葉も出てきて主婦がブログを使って稼ぐみたいなのも出始めてきたところなんですよインターネットもヤフビビー ADSL で普及し始めてきて、えー、ブログっていうのも出てきてそのブログから発生したアフリエイトっていう言葉も出てきてあのホリエムさんもねブログで稼げるみたいなねライブドア使おうぜライブドアブログ使おうぜみたいな感じで出てきたわけですよでだからその時代背景もありますよね その時代背景が後押しをしたと。まあ確かにちょっとうさんくさいなと思うんだけども、まあ実際本も出てますしね。じゃあその堀江さんのライブドアブログでなんか稼げる、なんかその対談みたいな、稼いでる人と対談みたいな。じゃあ全部それインチキなのかっていうと、いやインチキじゃないだろうみたいなね。<laughs> じゃあその本は詐欺本なのかと。ライブドアブログでは1円も稼げないのかと。うーん、なんか稼いでる人いるんじゃねみたいな。 ね、会ったこともないですよ。その稼いでる人が間近にいるわけでもないけれども、じゃあそこの世の中に出てる情報が全て嘘なのかっていうと、そ、まあ嘘もあると思います。それは嘘もあるでしょう。だけど、どこを見るかですよね。僕は少なくても、あの、IT バブルというかね、インターネットだな、これからっていう。まああと、島田紳介さんのバリバリバリューの話も結構しますけど、当時ですかね、あの、携帯アフリエイトで着メロサイト、 副業で3000万稼ぐっていうね、見たんですよ。副業で3000万、あ,ありえないですどど,どうすか今でもちょっと微妙じゃないですか。セールスレターにね、副業で3000万みたいなね。どうすかうさんくさくないですかもう島田紳介さんも、ちょっと今もういなくなっちゃいましたけども、あのバリバリバリューだよね、その人の家とかね、電動カーテンビンみたいな。当時、薄型テレビなんかもう相当高価ですよ。で、なんかスピーカーがブワンバンバンってね、薄型テレビバーンみたいな。 17年前の薄型テレビ、まあまあ高いですよ。100万か200万すると思うんですけど。<laughs> プラズマかな、昔は。今、プラズマテレビあんまないですよね。今、えー、有機 EL か <laughs> で。まあ、そういうのな後押しもあったっちゃあったですね。だけど、まあ、もしですよ。まあ、その時に僕が、うさんくせえって捉えてたらね。そんなの無理だと。そんなの無理だと。えー、うさんくさいと。これは詐欺だと。 で、って捉えて買わなかったら今ないんですよ、僕。うん。っていうお話をしたいってことです。で、なんでこの話をしてるかっていうと、まあ、ドリームアカデミアはね、これがセールスしていくわけで <laughs>、まあ、ご案内してますけども、あなたがドリームアカデミアに対してね、どう捉えるか。まあ、そこによって人生は変わるんじゃないかなっていうね。<laughs> ないかなって変わるとは言えないですよ。だって変えるのはあなたですから。だって買ってもね、ドリームアカデミアに入ってもやらなかったら何も変わらないですから。 まあそれは僕の塾、僕のコンサルト、僕の商品以外も全部そうですよ。買ってもやんなかったら何も変わんないんで。うん。ただその一歩ですよね。その一歩の踏み出し方、どう捉えるのかによって、踏み出すのか、踏み出せるのか、踏み出せないのかっていうのが、捉え方で変わってしまうっていうことです。あなたの捉え方で一歩を踏み出すか、踏み出さないか、変わりますよね。だって詐欺と思ったら絶対踏み出さないですよね。いや、これ絶対騙される。詐欺だ。絶対稼げない。俺には無理だ。 稼げる人は一部の人だ俺には無理だって捉えたら何もやらないですよ、ね、何も一歩踏み出さないですよねでも、まあ、できないかもしれないけどもでも希望があるといやでもできないかもしれないけどもやってみたいとかねいやできないかもしれないけどその生活に憧れるとかね だって僕もねそのその教材買った時ね100%自分が稼げるっていう保証なんかないですよ1ミリも1ミリもないけどもその希望を切り取ったわけですよねで僕がそれを自己実現できた理由があるとするならばですよ、ね、実際に今はねパソコン1台今はスマホ1台でもいけると思いますけども堀江さんなんかねスマホ1台ですからねなんかもうパソコン開かないみたいなね堀江さんなんかもうスマホ1台で稼ぐみたいなね スマホ1台でもう仕事全部終わらせるみたいな人ですからまあ、今はスマホ1台で1億みたいなね2億とか分かんないですけどだって堀江さんなんか有料メルマがやってるじゃないですかその原稿がス,スマホの,あのこのフリック入力でブワーってなんか原稿を今書いてるらしいんですけどもじゃあその堀江さんの有料メルマの売り上げって年間1億ぐらい多分あると思うんですねだからもうスマホ1台で1億じゃないですかスマホでこうフリックして原稿書いて <laughs> なあまあちょっと時代は変わりましたけどね。パソコンなくても今スマホでいっぱいできるんで、まあスマホ一台で今は月収100万っていうところもあるだろうけれども、あのー、まあそれが自分にとってその無理だな、怪しいな、自分にはできないっていうふうに捉えたら、まあそこの未来は多分ないでしょうね。うん。多分ないんですよ。うん。あとよくあるのが、 今まで、今までこうだったから、多分こうだと。もいしますね。今までこうだったから、こうだっていう。なんか、まあ、アドラーの心理学にでもね、トラウマは関係ねえみたいなね、話があるわけですよ。トラウマは関係ないよみたいな。それはトラウマのせいにしてるだけだみたいなね。まあ、ちょっと、なんか、あの、スパルタンなんですけど。 まあでもその通りで、例えば、あの、101回目のプロポーズってね、僕は死にませんって古いな。すみません、古くて申し訳ないんだけども、武田信二さんがね、僕は死にませんみたいなね、ドラマが昔あったわけですよ。ちょっとググってほしいんですけど、まあ写真も出てきます。トラック、トラック、うんみたいなそ。そのドラマで言うならばね、100回目までは断られたかもしれない。100回目までは断られたかもしれないけど、101回目はいけたみたいなね、話ですよ。だから今までは プロポーズダメだったけども、多分今やったらストーカーになってますけどね。<laughs> どうなんだどうすかストーカーっていう言葉も生まれてきたわけで昔ストーカーっていう言葉あったのかなまああれですけど、まず、あ、100いい、その100回はダメだったけど、そ,そこ大丈夫って,言って。だイーロン・マスクね、まあツイッター買収しましたけど、イーロン・マスクもロケット3回、3回だったかな失敗してるんですよ。 じゃあ仮に1回失敗したときにね、イーロン・マスクが、やっぱ民間でこのロケットを宇宙に飛ばすの無理じゃねみたいな。やっぱ無理だよ。その失敗をもとにね。いまたやったら失敗するだと。ね。やっぱり、やっぱまあ、希望に満ち溢れてたけど、まあ、だからロケット失敗したら、多分ん、一瞬で何百億とか失うと思うんですよ。そこまでかけたコストだったりとか、お金って相当な金額だと思いませんロケット失敗って相当、なんか一瞬でなんか、多分飛ぶと思うんですよ。 何百億とかが <laughs> 何百億一瞬でなくなるんですよ。あそう全裸監督ね全裸監督の2でもなんかその,なんかあの出,て出てたんですけどそのロケットを見ててこのお前なんか全裸監督西村監督にねお前はあのどれぐらい一瞬で溶かしたことあるとお前,お前はどれぐらいで一瞬金溶かしたことあるんだと俺はこの前ロケットを見てたら一瞬で300億が飛んだと。 300億だと <laughs> でその。で、西村監督がいや挑戦しようぜみたいな、いや、俺は挑戦は降りる、もう挑戦は嫌だと、ね。<laughs> まあ一瞬で300億失ったんだと、もう挑戦、疲れたよと。ね西村監督がもう挑戦していこせみたいなね、疲れたみたいなゃ全裸監督2見てないと分かんないと思いますけど。 そうだからまあ、その失敗に対してどう捉えるかによって、次のアクション、次の一歩変わりますよね。で、その全裸監督の今の話で言うならば、あのその人は次の一歩はもう踏み出さないですよね。一瞬で300億を溶けた、溶かしたと。ただし、イーロン・マスクは、いや、イーロン・マスクはしつこかった。<laughs> イーロン・マスクのそのね、ロケットを飛ばすのが僕好きなんですけど、話がね。 なんかイーロン・マスクって総資産500、当時、ペーパルを売却したのが、なんか500、なんかこれはアメリカのどっかでインタビューで、なんかインタビュアーの人がね、いや、500億もあったらね、そんなに宇宙事業にそれ全突破とか、俺、信んずと、用したねみたいな。だって500億,500億あったら、もう人生上がりじゃないですか、どう考えても。どう考えても、もな何やってもね、多分使い切れないですよね、500億あったら。もうお金の心配。 無用みたいな。悩み無用みたいなね。リーブ21ですよ。そんなのは。500億もあったらね。500億あったらどうすかさすがにお金の悩みなくなりますよね。500億ですよ。そ、ちょイメージできないですかど、500億。預金通帳500億みたいなね。だって、前澤社長の5倍ですよ。前澤社長って100億でしたっけ ?100 億の5倍500億ですよ。預金通帳500億円と。で、一人で。 どう使う使って話ですよねフェラーリ何台買えるんだっていうねい,いらんでしょそんなに <laughs>、ね。だけどそのなんかインタビューの人がね「すごいね全突破それして」っつって。 で、イーロン・マスクがさ、面白いのが、まあ失敗するじゃないですか。で、またあげるじゃないですか。失敗するじゃないですか。で、またあげて失敗するんですよ。で、その4回目ぐらいの時に、もう全財産もなくて、なんか友達からお金借りて、そう、500億ぐらいあった人がですよ。なんかもう金なくて友達のとこに家に居候してね、<laughs> 金借りてるっていう、どういう人生やねんと。すごいなと。だって500億あったのに、今金全くなくて友達の家に居候してるとか、金借りてるとかね、 どんなことなんだみたいな。で、最後、この4発目が飛ばなかったら、もう終わり、すべて終わり、みたいな。さすがに無理っていうね。で、それで飛ばしたんですよ。この話が僕好きなんですよ、ね。<laughs> でもね、これは結果論なんですよ。結果論。飛んだからよかったけど、飛ばなかったら、ただのイーロン・マスクの、その、失敗、俺めっちゃ失敗したぜ、みたいな。は <laughs> だから、これも切り取り方なんですけども、 あのもしこれが失敗してたらねどうせ失敗するやんってなるし <laughs> これは、ね、でもそうそうそう堀江さんもなんか本で書いどっかの本だったかななんかその有りがは全部捨てろだったかなだから堀江さんもあの15年かけてようやくまあ民間でロケットを日本でも宇宙の領域まで行けたとだから諦めなきゃいけるみたいなね うん、無理だって言われることもいけるみたいな書いてあったんですけど飛ばしましたよねあの北海道でね、うん、まあ、あなたがどう捉えるかですよこ,この話もどう捉えるかですよ、ね、堀江さんのそのロケットの話だとかイーロン・マスクのロケットの話だとかねそのどう捉えるかお疲れすお疲れ様ですっていう言葉ですらどう捉えるかによってもう全てが変わること思うんです なんかね、この前その講演、堀江さんの講演行って行った時にに、ね、質問、まあ、僕も質問したんですけども、なんんかねあのそのあれ、あの話をしてたんですよ。最後の人の質問がね、あのなんだろうな、あの低教育う、うんとう、底辺の教育を受けている人が一歩を踏み出せないと。でこの低うんその 底辺の教育を受けてるこの教育制度だったりとかそういうのを変える、まあ、こ,うこの一歩を踏み出すそういう教育底辺のね、まあ、あ教育を受けてる人がこの一歩を踏み出すためにはどうすればいいみたいな質問があってで堀江さんが言うわけですよ。それ関係なくねみたい,な <laughs> いや一歩を踏み出すと教育を受けてるか受けてないかっていうのは全く関係ないよと。 俺も知ってるけど、別に勉強を全くしてこなかったけど、一歩踏み出して授業してるやつもいて、成功してるやつもいて、っていう話をこう、始めたんですけども、僕はその話を聞いて、うん、俺やな、みたいな。いや、僕も学校授業、もうね、中学校の成績オール1とか勉強してこなかったんで、で、勉強してこなかったけども、まあ今なんか、まあ多分、憧れるような生活はできてると思うんですよ。 まあ少なくとも僕が憧れてた生活が僕できてるので僕はいいんですけどあなたが憧れてるかどうかは別としてね当時僕はパソコン一台、まあ、今ちょっと動画いっぱい撮っててねあ,のあれですけども <laughs> 昔 YouTube なかったですからねちょっと時代が変わったんで今はまあなんか結構動画だけですよね動画なんか適当にしてぶわー適当じゃないですか、まあ、なまあ適当か、まあ、ぶわー喋ってねなんかあの商品売ったりとかしてんだけども <laughs> なんかそれでなんか自由にやってるわけですようん だから、勉強してこなかったけどなんか自由だなみたいな勉強してこなかったけど一応僕社長ですからね社長さんですからね社長さんですからね僕社長さんですからね従、ねまあ、業員今いないですけど従業員いないんですけど <laughs> 一応社長でございます <laughs> まあこれもね別に誰でも社長になれんですよだって別にそのねあのー まあその面倒くさかったらな投げればいいんでし司法書士とかね司法書士だったかな司法書士とか投げればあ作ってくれますよ定款とかでもそれも調べて自分で定款とか作ればクソ安くできるしもう社長になりますよいやーでも吉谷さんっていう捉え方じゃないですかいやこれ実際誰でもなれるんですよ社長にあなたも社長になれるんですよ定款を出して登記すればね今だったら一円でも資本資本金1万円でも一円でもいいのかな 0円1円かな僕はあの資本金1万円ですから。資本金1万円です。昔は有限会社で300万、株式会社が1000万だったかな。なんかそれぐらいの資本金がないとダメだったんだけども、まあ、かなり昔ですけど、法が改正されて、起業しやすくするみたいな感じで、なんか1円でも起業できるみたいなねなんか。なんかそういう中になったと思う。僕1万円です。1万円です。1万円あるでしょ。資本金1万円です、僕。ね。<laughs> もう資本金増やす予定もないし、資本金1万です。<laughs> もう一切資本金も増やす必要、あの、なんも思わないで1万円1でいいですよ。十分です。十分。十分。だからね、捉え方ですね。受け取り方で人生は変わるんじゃないかなと思いますね。うん。まあ本当ね、本当そうだと思いますね。本当にそうだと思います。 だから、失敗に対してどう捉えるのか。あなたの今までの過去に対してあなたはその過去に対してどう捉えてるのか。今までこうだったから、今まで僕はできなかったから。だから、この前ね、僕ね、あの、商品売った時に、そう、お客さんってね、そう、インスタ集客大臣かな。なんかそのね、あの、お手寄せ来てね、やっぱり僕は稼げない運命なんです、みたいな書いてあったんですよ。稼げない運命なわけないやんと。そんななわけないよと。 なんかブワー言ったんですけど。だからその人は、なんかいろいろやったけど、やっぱり稼げない、やっぱり稼げないっていうのをずっと繰り返してるもんだから、やっぱりダメなのかなみたいな思ってるわけですよ。いや別に関係なくないみたいな。いやこれから変えればいいじゃんみたいな。だから過去は過去だけど、別にこれから変えればいいじゃんと。じゃあ、じゃですよ。じゃあ、昔振られた経験がある人は一生付き合えないんですかって話じゃないですか。もう一度言いますね。 その過去の、過去起こったことが未来もずっと起こるっていう、この過去と未来がイコールであるならば、一回でも振られた人って一生付き合えないですよ。もう一度言いますね。過去と未来がイコールであるならば、一回振られた、一回失敗しました。未来も絶対告白しても振られる。過去を振られたから未来も振られるって話じゃないですか。それイコールじゃないですよね。イコールですかそれイコールじゃないですよ。<laughs> だけど、多くの人は、 なんか、ここ一緒に考えるんですよね。一緒に。いやいや、いやいや、いやいやと。それは違うと。<laughs> それ違うんで、大丈夫です。これから変えればいいんですよ。だから僕もね、今、ブワーって喋ってますけど、ブワーって喋ってますけど、過去喋れなかったんですよ。で、過去喋れなかったんですよって言ってもね、誰も信用してくれないんですよ。もはや、お前詐欺だろうと。そんなわけないだろうって。多分詐欺なんですよ、これ。ね。 吉谷さんが喋れない。そんな詐欺でしょ。何こいつ言ってんだって思うでしょ。と変わっちゃったんですよ。僕もいくらでも今喋れるんで。昔喋れないんですよ。だってあ、僕ゴーストライターですから。ライターだったんで。も,もはや喋る必要性がないし。喋りながらメルマガ書けないし。喋りながらレター書けないし。喋らないんです。人見知りだし。喋るの苦手だったんですよ。で、今は得意になりましたね。割りかし得意ですね。 いくらでも喋れるんで。<laughs> 昔こんな喋れないっすよ。そう。だからじゃあ、昔の僕と今の僕違いますね。昔は喋れなかったけど、今喋れるようになりました。昔喋れないから、なんだろうな、ね。じゃあこれ、なんか、あれじゃないですか。なんやろうな。じゃあ今運転免許取れてません。免許取れてない。今運転できないから、ずっと運転できない。まあ確かに今自転車も運転できないかもしれない。 車の運転もできないかもしれないでも練習してちょっとなんかやっていけばなんかできるようになってることいっぱいありません箸とかもそうじゃないですか最初から箸持てたんですか生まれた瞬間から箸持てましたなわけないじゃないですかなわけないなわけない <laughs> いやあなたが100歩譲ってねいや吉谷さん僕は生まれた瞬間から箸を器用に持ってねつ豆粒をつまめたんですいやそれはねもう天才ですよそれは天才認めます勝手に認めます天才です 人間じゃないです。多分人間じゃない。うん、いきなり、おぎゃーっつって、ママ箸ちょうだい、うんみたいな。僕箸使えるんだ、みたいなね。いきなり喋り出してね。おぎゃー、ちょっと腹減ったからご飯食う、みたいなね。お、僕はなお母ちゃんごめん、申し訳ないけど、僕おっぱいとかいらんねん。あの、米食いたいねみたいな。<laughs> そんな赤ちゃんいたらね、マジでね、人間じゃないっすね。なんか、なんか、 なんか表裏してますね、多分。<laughs> ありえないですよね。<laughs> まあすいません、僕はありえないと思います。あなたはどう思うか分かんないですけど。あなたがどう思う、あなたがどう受け取るか分からないですけど、僕はそれないんじゃないかなと。それがあるとするならばちょっと人間じゃないなと思いますけどね。だって何事もね、何事も、もちろん、今からめちゃくちゃな走り込んで練習してね、ウサインボルトの記録を超えるっていうのは、うーん、無理。 無理だと僕はすみません、思います。今僕40な、今年で40になりますけど、今からもうめちゃめちゃ練習してね、めちゃくちゃ練習して、ハードなね、世界一練習した、今から練習したとしても、ウサイン・ボルトの100メートルを、なんか9秒何秒9秒何にするのは、僕はちょっと無理なんじゃないかなと思うんですよ。だからもちろん無理なこともあると思うんですよ。無理なこともね。でもその無理なことも、 どこ、どこで無理なのかって決めるかです。わかりますどこが無理、どこまでが無理なのか。例えば、あの、イーロン・マスクみたいにね、なんか総資さ何億、何とかね、世界史の億万長者とかね、堀江さんとかねなんだ、ソフトバンクの孫さんとかね、柳井社長とかね、藤田田とかね、松下幸之助とかね、あの、なんか、あなんかそういう人には僕、まあ、 なれないと思うし目指してはいないんですけどもなんだろうな本当にそのパソコン一台でうーんまあ100万じゃあかりました100万はちょっととそのなんかイーロン・マスクみたいになっちゃうかもしれないんでわかりました100歩譲ってねわかりました100歩譲って20万どうですかなんか堀江さんが手取り14万はなんちゃらって昔はバズったんでじゃあ20どうですかネットでこう稼ぐっていうのを勉強してねやって20度どうすかこれはあなたにとって ウサイン・ボルトの100メートル9秒台出すっていうのと同等ですか月20万稼ぐっていうことが。ど、どうすかねそこはどうですか僕はできると思うんですけどね、20万ですよ。やるかやらないかだと思うんですけど、勉強してちゃんとやるかやらないかだと思うんですけど、じゃあですよ、じゃあもし仮にあなたが20万稼げるようになったら、あとは100万を目指すかどうかは、多分、今ゼロだったらこの100は遠いですよ。 今ゼロだったら月収100万は遠い。だけど、今コンスタントでネットで20万でね、アフリエイトとか何でもいいんですけど、稼げるようになりましたっていうポジショニング、ここの、ここから100万を見たときに、僕、そんな遠くないと思うんですよね。あなたがなぜ遠いかっていうと、一歩を踏み出してないから遠いんですよ。申してますね。あなたが100万を遠いと感じるのは、一歩を踏み出してないから遠いんですよ。 これ僕、富士山に登ったことあるんですけど、富士山の5合目から登りましたけど、遠いですよ、そりゃ。めちゃくちゃ遠いですよ、5合目からだよ。5合目からでも遠いよ。だけど、歩いてってね、6合目、7合目、8合目は、合目まで来たらね、もうちょっとだってなりますよ。なるんです。8合目まで来てね、めちゃくちゃ遠いなとはならないですよ。あなたがね、ちょっと遠いなと思うのは、一歩踏み出してないんです。ナイスです。ナイスじゃないね。<laughs> <laughs> 大丈夫ですかということで、まあ、何が言いたいのかっていうと、まあ、一歩を踏み出してみましょうということです一歩を踏み出せば近くなりますからでも一歩を踏み出さなければ一生遠いです一生ですでもね、まあ、の100万は遠かったとしてもちょっとじゃあ20万いきましょうじゃ20万が遠いと感じるなら5万でいいじゃんじゃ3万ですか3万いきましょうってね いや本当に、ちゃんと勉強してね、3万も稼げませんとかね、5万も稼げませんとか、ありえないです。ありえない。これは言い切りますよ。うん、これは言い切る。どうすか、うんはあまあ、もしあなたがどれだけ努力してもね、ネットで3万稼げる自信がないんだら、それはやめたほうがいいです。それはもし無理だね。 どれだけちゃんと勉強してちゃんとやっても、いや、3万なんて到底普通の人が稼げる金額じゃないと思うんだったら、それは無理だ、無理。それは無理。<laughs> それは無理よ。うん。それはやめたほうがいい。うん、でも、まず3万、5万、10万、そうやってステージ上げていけばいいじゃないですか。はい。ということで、もう30分になるな。はい。ドリアかね。入りましょう。では、あ、裏メルマが登録しておいてくださいね。こ YouTube の人に入れておきますので。